中国の赤い星は、1937年に、エドガースノーによって表された書籍の名称である。パールエースバックの第一と合わせて、欧米での中国共産党に対する理解と共感に、最も影響を与えた。毛沢東に率いられた皇軍が調整を終えたばかりで、あった当時に、エドガースノーが中国共産党の根拠地法案に入り、1936年7月から、 約3ヶ月間彼らと生活を共にし対話して書かれた当時の中国共産党のありのままの姿の記録である。エドガースノーはレバノン系アメリカ人医師ジョージ・ハテムと共に根拠地入りしたがジョージ・ハテムの動向は中国の赤い星出版時は秘密にされていた。この書籍は当時の中国共産党の指導者から無名の人間までの様々な言葉や行為が書かれており、 これは初めて中国共産党、皇軍が世界に向けて紹介されるという書籍であった。エドガースノーは外国人記者としては初めて中国共産党の拠点に入って毛沢東と会見をした人物である。中国の赤い星というのは当時にはほとんど知られていなかった中国共産党の姿を好意的に書いた書籍であり、ベストセラーになった。 毛沢東のまとまった電気は本書によって初めて伝えられた。毛沢東が事故の少年、青年時代をその後もほとんど語らなかったこともあり、21世紀の今日でも中国の赤い星は毛沢東に関する一級資料である。掲載写真も貴重なものが多い。ありがとうございます。